憧れの国だったのに、こんな国ひどすぎる。妹のために休まず働いた意味がなかった。皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。ヨーロッパの東に位置するバルカン半島にはブルガリアという国が存在します。日本ではヨーグルトが有名ではあるものの、それ以外のイメージはなかなか浮かんでこないという人もいるかもしれません。今回ご紹介するのは、そんなブルガリア人が日本や韓国を訪れた際のエピソード。頑張ってお金をため、念願の日本と韓国に行くことになったブルガリア人兄弟。彼らは日韓に旅行したところ、さまざまな驚きの体験をしたようです。それでは早速エピソードを見ていきましょう。ブルガリア人が妹を連れ日本と韓国に行った結果。僕はブルガリア人だ。両親と大学を卒業したばかりの妹のステラと暮らす30歳の会社員。日本ではあまり知られていないかもしれないけれど、ブルガリアはあまり裕福な国ではないんだ。 EU 全体を見渡したら下から数えた方が早いくらいだね。僕もあまり給料の高い職業についていなくて、正直日々の生活に余裕はなかった。まあ仕事ではなくプライベートを優先してきたから仕方ないかな。ただ3年ほど前から僕は仕事に対しての向き合い方が変わった。きっかけは妹の会話からなんだ。妹が YouTube で K-POP に関する動画を見ていた時、いつか韓国に行ってみたいな、でもお金ないから無理か。妹は K-POP が大好きだった。いつもならこんな言葉を気にすることはないんだけど、その日はなぜか妹を韓国に連れて行ってあげたい。兄として妹に何もしてあげたことがなかったけど、韓国旅行とかプレゼントしたら妹は喜ぶだろうなと思ったんだ。それに僕は K-POP には興味ないんだけど、日本のアニメや漫画が大好き。特に好きなのはナルト、ワンピース、ジョジョの奇妙な冒険。ブルガリアで人気のある漫画は、以前までは日本語訳の漫画だけが売られていた。だけど最近は英語訳やブルガリア語訳の正規の漫画が売られていて、大人から子供まで誰でも買えるくらいブルガリアで漫画は人気になっているんだ。日本には一度行ってみたかったのもあって、ちょっと妹とアジア旅行に行くためにお金貯めるかと、なぜかわからないけど突然燃えてきた。その日から3年ほど、大好きだったお酒の付き合いもなるべく控えて節約し、仕事も勤めている会社が休みの日には友人の会社でアルバイトなどもすることになったんだ。そしてお金を貯めることに成功したんだ。僕は妹に日本と韓国旅行に行こうと提案した。ステラ、今度日本と韓国の旅行へ行かないか？え、私そんなお金ないよ。大丈夫だよ、お金は僕が出すからさ。嘘、もしかしてそれで最近仕事ばかりしてたの？嬉しい、めちゃくちゃ楽しみだわ。妹はものすごく喜んでいた。この笑顔が見れただけでも頑張って働いた甲斐があったよ。そして僕たちは初めてのアジア旅行に行くことになったんだ。飛行機は僕ら兄弟の世俗的な欲望を乗せて、まずは韓国を目指して飛んだ。長かった。ここが憧れの韓国なのね。僕らは最初の目的地である韓国、ソウルのインチョン国際空港に無事到着。さすが韓国ね、すごく広々として清潔でとても近代的だわ。確かにステラが言う通りに、インチョン国際空港は素晴らしかった。韓国の伝統文化にも無料で触れることができて楽しかったよ。韓服を着たお人形や琴の演奏も楽しめ、優雅で目の保養になる場所だった。でも少し気になることもあった。ついて早々空港スタッフ同士が睨み合い、めちゃくちゃ喧嘩していたんだ。
しかも周りにたくさんの人がいるのに、そんなことは気にせず大声で叫び合っていた。あとマナーが悪い韓国人がいたことも気になった。カウンターにちゃんと並ばない、やたらと大声で話す。この国の人たちってもしかしてすごく怒りっぽいのかな。僕たちはスーツケースを取りに行くためレーンに向かい、自分たちの荷物が出てくるのを待った。その時ステラの後ろにいた女性がいきなりステラを突き飛ばしたんだ。その女性は少しでも早く自分の荷物を確保したかったんだろう。ステラを助け起こして、ちょっと何するんですか、乱暴じゃないですかと抗議した僕に返ってきたのは、何を話しているのかわからないがとてもきつい口調の韓国語だった。僕らを睨みつけた女性の目つき、その険しさにゾッとしてしまったよ。せっかく魅力的な空港に着きテンションが上がっていたのに、ステラはすっかりしょげてしまっている。気を取り直して僕らはタクシーに乗りホテルに向かったんだ。しかしタクシーの運転手がとにかくひどかった。運転が荒々しくガンガン飛ばすし、車が揺れまくり、クラクションも鳴らしまくりで、乗っていて冷や汗が出るほどつらかった。あとウインカーを出してもなかなか入れてくれなかったりするから、無理やり入り込む車が多いのも気になったよ。ホテルに着きお金を払うと、運転手は釣り銭を投げるようによこし、さっさと降りろと顎をしゃくる。本当に気分が悪かったし、ステラも韓国に対する期待が大きかったのか、ものすごくがっかりしていた。せっかくの海外旅行初日だというのに、僕らは無駄にスリリングなドライブのせいで街を散策する活力を失ってしまったよ。それでも一晩ぐっすり眠るとすっかり元気を取り戻していた。ステラの一番のお目当ては K-POP アイドルのグッズが買えるショップだ。僕らはトラウマ化してしまったタクシーを避け、人に尋ねながら歩いたりバスや電車で移動することにした。ただ韓国は運転もすごく荒いんだ。普通に歩道を歩いているだけなのに自転車とぶつかりそうになったよ。さらに驚いたことに、横断歩道を渡っている途中で急に車が飛び出してきて、危うく事故に遭いそうにもなった。僕たちは何も悪いことをしていないのに、運転手から韓国語で怒鳴られた。何を言っていたかはわからないけど、まるで僕たちの方が悪いと言わんばかりの表情だったから、本当に腹が立ったよ。僕らは車や自転車に十分気をつけながら K-POP ショップへと向かった。すごい、こんなにたくさん、どうしよう、みんな欲しい。ショップに着くと K-POP アイドルの様々なグッズにステラは目を輝かせていた。アイドル名が書かれた名札、ステッカー、カレンダー、フォトカードなど様々な商品を購入して大喜びだったよ。でもそんな楽しい時間はショップにいる短い時間だけ。街に出ると大声で話す人、怒鳴る人、道にゴミをポイ捨てする人、なんていうか街全体が怒りっぽくギスギスと苛立ってる。それに目つきの険しい人が多くて怖い印象を持ってしまった。確かに食事の面などは食べたことのない韓国料理を食べて楽しめたけど、正直韓国という国は人に迷惑をかけないという意識がとても低いと感じたよ。私 K-POP は大好きだけど、韓国という街は好きじゃない。ステラも韓国旅行を楽しめきれてはいないようだった。せっかく頑張って仕事をしてお金を貯めたのに、まさかこんな嫌な気分になってしまうとは。僕たちは初めてのアジア旅行だったので期待しすぎていたのかもしれないが、韓国にはもう来ることはないというのが僕とステラの感想だったよ。そしてなんとか気持ちを切り替えて次は日本に飛び立った。韓国から飛行機でおよそ2時間。広さや新しさはインチョン空港に劣るものの、極めて清潔な日本の成田空港に到着した。レーンに向かうと乗客のスーツケースを取っ手を上向きにしてきれいに並べてくれていることに驚いた。それに日本人はどこで何をするにもきちんと並んでいる。
僕たちが道に迷えば親切なスタッフが笑顔で教えてくれた。人を押しのけ、怒鳴りつけ、ものすごい目つきで睨んでくる礼儀知らずの人なんて一人もいなかったんだ。それだけでも空気が澄み渡って美味しく感じたよ。韓国で少しトラウマになっていたが、ホテルまでの移動にタクシーを使った。安全運転でドライバーの人がとても親切だったんだ。タクシーを降り、ホテルの入り口に向かうと後ろから声をかけられた。振り返るとそこには先ほどまで乗っていたタクシーのドライバーが立っていたんだ。彼はペコペコお辞儀をしながら何やら手渡してきた。それは僕のセカンドバッグだった。カードで支払いを済ませた後、バタバタしてシートの上に忘れてきてしまったのだろう。中にはカードや現金などが入っていたけど、何も盗まれていなかった。このドライバーは僕の荷物が車内に残っていることに気がつき、車を止め慌てて追いかけてきてくれたのだろう。旅の始まりからして韓国とは大違いだった。節約のために泊まった東京のビジネスホテルもすごく良かった。2人で1泊1万2000円という安さなのに、とても清潔感のある部屋だったよ。タブレットやメモパッド、テレビなどが備え付けられていて、洗面所にはアメニティがたくさん。部屋にトイレもついていてとても綺麗。韓国のホテルではトイレの見た目は綺麗だったんだけど、尿の匂いが強烈だった。おそらくホテルの清掃員がちゃんと掃除していなかったんだろう。日本では匂いも全く気にならなかった。夕飯を食べにふらりと入ったラーメン屋もびっくりするほど美味しかったしね。醤油ラーメンを食べたけど、あっさりしていて、ステラもものすごく興奮しながら食べていたよ。他にも味噌や塩、煮干しなど様々な味のラーメンがあるみたいだね。次来るときは全てチャレンジしてみたいと思ったよ。餃子も最高に美味しかった。口の中に入れた瞬間、もちもちとした皮が中に入っていたジューシーなあんと絡み合って、口の中が旨味でいっぱいになる。しかも一口で食べられちゃうし、そんなに重くないから何個でも食べられてしまう。ビールとの相性も抜群だった。2日目、僕が行ってみたかったオタクの聖地である秋葉原に向かったんだ。僕たちは移動に電車を使ったんだけど、韓国との違いに驚いた。ホームでは乗客が整列して電車を待っていたのだけれど、電車が到着すると彼らはさっと左右に分かれ、降車客が完全にいなくなってから電車に乗り込んでいった。日本人はマナーがいいのね。ステラも驚いていたよ。秋葉原に着くと僕はワンピースやナルトのフィギュアを購入した。そしてステラがハマったのがカプセルトイ。小さな自動販売機のような機械にコインを入れると、アニメのフィギュアやグッズ、ミニチュアの車や動物、キーホルダーといった楽しいおもちゃが出てくる。種類がすごく豊富で、手の込んだデザインや発想がすごくて、日本ならではの文化がぎゅっと詰まっている。値段は100円から500円くらいだったけど、ステラは20回以上回していた。これは中毒性が高いわね。ブルガリアにあったら破産しちゃうわ。ステラはものすごく上機嫌だったよ。その後も浅草や東京タワー、スカイツリーなどに行ったりして日本を満喫した。日本の街はどこも清潔で、日本人は僕たち外国人が楽しめるように誰もがおもてなしをしてくれる。兄さん、韓国にはがっかりしちゃったけど、日本は本当に素敵な国ね。韓国だけじゃなくて、日本も一緒に来て大正解だったわ。次は私がお金を貯めるから、また絶対日本に行こうね。韓国では元気をなくしていたステラだったけど、終始笑顔で日本を楽しんでくれてよかった。海外の反応。韓国は何事もスピード重視の国って感じがしたよ。こちらが急いでいる時はありがたいけど、のんびりゆっくり観光したいって時は落ち着かないよね。市場に行った時、何気なくお店を覗いたら、韓国のおばちゃんたちの勧誘がとにかくすごかった。私が何か買うまでしつこく商品を押し付けてくるの。
断ったらあからさまに機嫌が悪くなっちゃったからすぐ退散したわ。日本のタクシーはドアが自動で開いて運転手がちゃんと着飾ってるのが素晴らしかった。そしてすごく清潔でもあるよね。白いシートカバーにシミ一つない。東京、大阪、京都、北海道、沖縄、日本にはたくさんの観光スポットがあるけど、どこに行っても感じるのが人の優しさ。行くまでは言語の壁を気にしていたけど、一生懸命こちらの要望に応えようとしてくれる姿に心打たれたよ。秋葉原に行ったことがある。ツアー客として来日してたから自由時間が2時間しかなくてかなり辛かった。メイドカフェがあったからのんびりしたかったのに、そうするとフィギュアあさりに行けなくなるからね。素晴らしい旅行先だし、秋葉原でしか経験できないこともある。まとめ。ブルガリアの兄弟は日本を楽しんでくれたようでよかったですね。このように日本のことを気に入ってもらえると日本人として嬉しく思いますし、ブルガリアという国や人にも興味が湧いてきます。現在ブルガリアでは日本の文化に関心が持たれており、相撲、剣道、茶道、漫画とアニメ、俳句など文化ごとの交流団体も活動しています。今後日本に来るブルガリア人が増えてくれると嬉しいですね。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。